今回スーパーマリオメーカー、やっていきたいと思います。どうも山地ねです。今回は世界のコース、世界のコースで遊んでいきたいと思います。まあ、今は見ない、僕が作ったコースを誰もあんまやってくれてないのでやってほしいですけど、まあ、この前投稿したばっかりなので、まあ、誰かやってくれると嬉しいです。クリア率低いのばっかりです。これは28人のうち1人もクリアしてますよね。これは17人のうち1人だけクリアしています。のこのこ使いは6人がやって1人もクリアできていません。ぐちゃぐちゃ 20%、 5人のうち1人がクリアしています。だから 11.42%、 35人のうち4人ですね。ではコースを探す。今回はいいねランキングじゃなくて注目のコースをやっていきたいと思います。どうしようかね。どこに、これ結構星いいねついてます。遊ぶ。とても簡単でした。一発クリアです。イエーイ。初めてのマリオメーカーの実況なのでちょっと緊張してますけど、これからどんどん出していこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいねを押しときます。次はいいねランキングの、どうしようかな。シューティングゲーム、お、これまあまあかな、やっていきたいと思います。シューティングゲーム、日本の四季さんが作ってくれてますね。あ、これは一番昔のマリオですね。これでいいのか。今矢印書いてたかな、矢印書いてたかな、なんか最後に見えた気がする。途中は見えてなかった。あ、ありましたね、矢印見てませんでした。見てます。最初何か分かりませんでした。まあ、次はいけると思います。次こそは頑張るぞ。いい、
ですね。はい、どうも。今回はあと3コースぐらいやって終わりたいと思います。お、タイム更新です。ありがとうございます。あ、いいの押すの忘れました。一番最初のマリオがモンヘアのやつ意味わからなかったです。すごいですよね、このいいねを千何個とかもらってるの。じゃあこれやります。なんて読むんだろう、これ任天堂だけ読みました。あ、なんかもしかしてこれやったことある気が。ちょっとコースを出て確かめたいと思います。これやってますね。でもクリアしてない。お、これ面白いです。面白そうです。これ頑張りたいと思います。りゅうちゃん、うわマジですか。最初ここ死ぬでしょ。え、なんやねんこれ。あ、ちょっとこう難しいですね。はい、おっぱい、あ、よくないですか。働いてたりする P スイッチ別にいらないし、何のためだったんだこれは。 P スイッチいらないじゃん。持ってくる人なかったんすか。まあいいや。え、続いてマリオは P を持って、あ、ここやりましたね。すいません、ボケ始めたかなって。まだ全然若いですよ僕。お年じゃないんで、まだ二十歳にはなってません。なんだこれ。あ、話しときましょう。なんか押されていく感じで別にいいやみたいな感じになってるんで、なんか上ですごいことなってるけど無視でいいんですかね。あ、とりあえず無視しましょう。意味わかんないんで。お、中間地点。お、ミュウツーになりましたね、プリンから。これミュウツーですよね。ちょっとジジイっぽくなってるけど。なんか鼻の穴豚で、体ジジイっすね。ほら、ただどうなるんでしょう。何ですかこれ。この笑ってるし悲しい、変なの悲しい、なんか変な絵ばっかり描いてあるじゃない。あ、あ、積んだんじゃないですか。あ、これ押されていけばいいパターンですね。走って、よし。これ見にくいです。よし、これでいいっすね。
かったです。見えないです。やばいやばいやばいです。ちょっともう 2,3 回死んでるんで、ちょっと急ぎすぎやばいですね。もうこれもう頑張りたいです。山地ねで頑張りたいと思っている山地ね。今どう結果を出すのか、なんか変な実況になってきましたね。オッケー、ボーン、よくやった。なんか自分で言うのもおかしいですけど、まあ自分で褒め時には褒めたいと思います。ちょっとナルシっぽくなりましたね、すいません。あともう時間がないので、あと一コースやって終わりたいと思います。いいね、全自動、最後全自動で終わりたいと思います。全自動7、自分で走る気のない、ま、すごいすごい、僕が作った全自動コース格が違う。僕らも触ってません。ほら、自分で勝手に動いてるんですよ。すごくないですか、こういうの。え？え？あ、一回死んでこういう風になるみたいな感じなんですか。なんか一回ぐらい見たことある気がするんだよね、こういうの。面白いよね、やっぱり全自動。あ、ブルブルブル、ほー、ボケた。ブル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 、お、迫力満点やんけ、これものすごいすごいと。なんか、あのバネ3個なってるし、最後の音なんかドルルン、おい、なんかすごいことなってるぞ。入るこ入らないんかい、なんやねん。よし、これはいいの押すに決まってるでしょ。うささ さんありがとうございました。え、今回は初めてのマリオメーカーに緊張したけどよくできたのでよかったです。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。